始まりました。人間力向上バラエティ天才リカチマル。はい、始まりました。永井リカこと天才のリカチマルです。この番組天才リカチマルは、天才すぎるがゆえに逆に人間らしいことが全く身についていない私リカチマルが、さまざまな企画を通して人間力を向上させていく番組です。前回向上したのは何力だったっけ創作力、そなんかそんな感じですで、藍染めやあとアボカドで、T シャツを染めたりしました。すごい綺麗なね、鮮やかな色になって、アボカドはちょっともう一回ね、リベンジしたい気持ちはありますけども、すごい創作意欲が上がってとても楽しかったです。というわけで今回は外にいますけれども、ちょっとね、まだ夏を感じたいんですけど、何をするでしょうか。はい、来ました、お手紙。日々人間力の向上に努めているリカチマルさん、お疲れ様です。毎回我々の斜め上を行く天才ぶりを見せつけてくれるリカチマルさんですが、いろいろ詰め込みすぎてお疲れ気味ではありませんか。ということで今回はそんなリカチマルさんの疲れやストレスを解消してもらうため、滝行に挑戦してもらいます。滝に打たれて心を癒すとともに、余計な煩悩も一緒に取り払ってリフレッシュしてください。滝行、まだ人生でやったことありません。ついにここで来るんですね、滝行が。まあね、ちょっとまだまだ暑いんで、ひと滝浴びに行きますで、一段に頑張っていただいて、はい、じゃあ背を置いていただいて、お線香1本取っていただいて、胸鎖息をつけていただいて、お線香していただいて、はい、じゃあ線香立てていただいて、はい、じゃあ合掌、一礼、一段二段下がっていただきます。はい、一礼。はい、じゃあお席でお待ちくださいませ。はい、というわけで行員に着替えました。これから粒濡れになってきます。まあ楽しみ半分、ちょっと怖さも半分ありますが、ちゃんと清めてきます。犯人は今の合掌法と持経を使ってご本尊様に挨拶するようになってたので、合掌法です。右手が仏様で左手が私、合わせて一緒、二人ではなく一人、仏様と心は一つ気味で手を合わせていただいております。右手を内側に出す、指で見ながら右手、最終的に右手の指が上に来るように、こちら側、本郷合掌と言います。本郷合掌、仏教最熟の挨拶、五体投地と言います。仏教最熟の挨拶、五体投地、先ほど私が言いました、五体投地、五個の体を地面に投地する、投げるような動作をやります。額、肘、膝、皆さんここありますね、地面に投げるような動作、こちらも皆さんにやっていただいております。手はハの字にしていただいて、
膝から拳3つ分ぐらいのところに手を入れて、額をこの手と手の間に落としていただいて、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。戻ってきていただいて、合唱。すべての挨拶は合唱から始まって、母体コーチ、挨拶、合唱の流れにも、この流れを皆様に覚えていただく。この流れを使って、本堂様に挨拶してから始めていきたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。いや、大きな声で参ります。はい、どうぞって言ったらお願いします。はい、どうぞ。本日はよろしくお願いいたします。思ってたよりも急。